信義山、演義、山崎長者の巻信義山演義は、平安時代末期の絵巻物。1951年、日本の国宝に指定された。源氏物語絵巻、長寿人物儀が、伴え、大納言絵言葉と並ぶ四、大絵巻物の一つと称される。長後孫氏寺が所蔵。信義山演義絵巻とも称する。後日のごとく、兄弟は、 自社演技絵に属するものであるが、内容は、高層エデンの範疇に入る。この絵巻の成立は、平安時代後期の12世紀頃とされ、伴え、大納言絵言葉や、源氏物語絵巻と同様に、後白河法王が関与した、という説もある。また、伴え、大納言絵言葉と比べ、四季山演技絵巻の方が、牧歌的で素朴な初発性と自然らしさがあり、 時間の経過や動きの表現において多様で実験的なことから、市山縁起絵巻の方が先に成立したという意見もある。内容は概要で述べるごとく、市議山の中高である妙蓮を主人公とした霊源探である。縁起家事の巻で、第五天皇の病気を妙蓮の家事祈等の法力で治したという話が語られるが、ほぼ一致する説話が古本説話集や、 宇治周囲物語、今昔物語にも収められている。また、不創略記にも同様の記事が見える。通常の自社演技のごとく、海山の演技を記したものではなく、平安時代中期に、死于山で修行して、東山の中高の祖とされる妙蓮に関する説話を描く。山崎長者の巻、縁起家事の巻、二項の巻の三巻からなる絵巻で、作者は不明ながら、 人物の表情や躍動感を軽妙な筆致で描いた絵巻の一大傑作であり、超寿人物ギガと共に日本の漫画文化のルーツとされる。寸法31.7センチメートル879.9センチメートル妙蓮が人通力を行使して山崎の長者のもとに宅発に使用する鉢を飛ばし、その鉢にあぜ倉づ作りの倉が乗って、倉ごと 死ぎ山にいる妙蓮のところまで飛んできたという奇跡譚である。空を飛んでいくくら、驚いて見上げる人々などが、絵巻特有の横長の画面を駆使して描かれる。この巻は言葉書きを書くが、宇治周囲物語、古本説話集の品の国政ことに同内容の説話があり、それによって物語の公害を示す。蜂に乗って空を飛んでいく蔵、驚いて後を追う。 人々空を飛んで長者宅に戻ってきた米田原、驚く家人たち帝の使者が妙蓮に対面し、創意や荘園を与えようというが、妙蓮は孤児する寸法31.7センチメートル1290.8センチメートル妙蓮の火事義頭の力で病の床にあった第五天皇の病が併誘する。金の御宝道寺が空を飛び、天輪西洋の金輪を転がし、 後ろに飛行機雲のような細長い雲を残して天皇のいる清涼殿に現れる。清涼殿へ向けて雨かける剣の御宝絵巻のストーリーは右から左へ進行するが剣の御宝は左から右へ飛んでいる寸法31.7センチメートル1424.1センチメートル妙蓮の小国である品の国から姉の二皇がはるばる 死ぎ山まで妙蓮を訪ねてやってくる。東大寺の大仏前で祈り勝つまどろむ二皇の様を描いた部分が維持堂図法を用いた悪巻として知られる。ありがとうございます。